マシュー・タイラー・ハー・ジェスは、アメリカ合衆国入りのイシュー・シャンペーン軍シャンペーン、出身の元プロ野球選手、右ト左ヒだ現在は、MLB のアリゾナダイヤモンドバックスの投手コーチを、務める。ナショナルリーグ西地区の球団すべてに在籍及び、公式戦に出場した、史上二人目の選手である。また、同じく、メジャーリーガーであったトット・ホランズワースとは、 義理の兄弟の関係である。1992年にアマチュアフリーエージェントでロサンゼルスドジャースと契約してプロ入り。なお、1994年8月から1995年4月にかけて MLB 史上最長のストライキが実施された影響で、1995年のスプリングトレーニングにはオーナー側の命令で代替選手として参加していたためにスト破りを 行った報復措置としてメジャー昇格後も選手会への加入を認められなかった。1999年8月3日にメジャーデビュー。2000年にはリリーフながら11勝、続く2001年にも9勝を挙げている。2007年10月28日2009年3月9日その後は毎年のように移籍を繰り返しサンフランシスコジャイアンツで プレイの2004年には23セーブを挙げ、コロラドロッキーズで、プレイの2007年には、ワールドシリーズ出場を果たしている。メジャーでの当番は2009年が最後となり、カンザスシティロイヤルズ参加のトリプル a 級、オマハロイヤルズで、プレイの2010年に引退した。引退後は2011年から2017年までは、ドジャース参加のマイナーで、投手コーチを歴任した。 2018年から2019年までの2年間はジャイアンツでブルペンコーチを務めた。2020年からはアリゾナダイヤモンドバックスで投手コーチを務める。シンカーとチェンジアップを駆使し、打者のタイミングを外すことに主眼を置いたピッチングが持ち味だった。ありがとうございます。